コツの趣味部屋へようこそ。今回ね、ご紹介するフィギュアはこちら、HG ウルトラマンセット02ということでね、プレミアムバンダイから発売されました商品です。はい、こちらをね、セット01はねもうご紹介してますんでね、そちらの動画をご覧ください。はい、もう箱出してますんでね、見ていきましょう。はい、ダン。はい、うわ、もうこの時点でかっこいい、かっこいいんだけど、箱がね小さいんだよね。小さいんだけどびっくり、これで8000円。高すぎだろ。ちょっとプレミアムバンダイさん、これはちょっと高すぎだよ。うん、こんな感じでね、ウルトラマンスーツジャック、はい、でウルトラマンスーツエース、でウルトラマンスーツソフィー、はい、すごいね、ジャックとエースとソフィー、はい、という昭和ウルトラマンを、まあリメイクなのかなこれはね。はい、まあ、とりあえずね、箱から出して、これはブリスターかな、はい、そちらをね、見ていきたいと思います。はい、箱から出しました。こんな感じですね。はい、いやもうね、ウルトラマンジャックがすっごいでかい。まあ3体、1体3センチ系なこれ。マジか。まあ出来によるな。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、1体1体ね。はい、はい、開封し終わりました。見ていきましょう。じゃあね、最初にウルトラマンスーツソフィーからいきましょう。はい、こちら、バン。うわ、かっこいいな。かっこいい。いや、ほんとね、この HG のウルトラマンシリーズはね、ほんと出来がいいね。いや、細かいところまでね、よく、作り込まれてるし、あとね、塗り分けられてると思います。はい。いや、これはいい。本当のね、昔の昭和のウルトラマンだとソフィーがね確か長男だった気がするにしますね、ウルトラ兄弟のね。はい、ソフィー。はい、続いて、ウルトラマンスーツエースいきましょう。こちら、すげえイケメン。もうイケメンだねこれね。いやーすげー。もうここのね、スーツのこのシワとかもすごい再現されてますね。うん、細かいですね、造形がね。うん、この手の表情もすごいよく作り込まれてる。いいね、このほんとスーツ感、シワがすごいよくできてるわ。いや、かっこいい。で、顔ね、だいたい HG とかはね、この目の部分とかはみ出したりするんですが、これはしっかりとねちゃんと塗り分けられてるんですよね。なんかドラゴンボールとかと違うのかね、こういうなんか色を塗る人とかね、すごいこれ上手なんだよな。いや、かっこいいエース。はい、で、最後、ウルトラマンジャックですね。はい、こちらでけえ。やっぱりこれ一回りぐらいでけえわ、これ。
いや、すげえこれ。もうね、ボリュームがすごいね。重さもこれがやっぱ一番重いね。これだけの値段じゃねえかなっていうぐらい、なんか全然ボリューム感が違う。いや、すげえ、ジャック。うわ、すっげえな。いや、素晴らしい。いや、もうこれ一体でも4000円ぐらいいってんじゃねえかな。差ですよ、全然違う。いやー、これはすごいすごいけど、もうちょっとのお値段ちょっと安くできなかったかな。うん、まあ実際ね、実際正直言うと、うん、8000いくらなんだけど4000円ぐらいでいいんじゃないかなって思う。うん、半分ぐらいでいいんじゃないか。なんでそんなすんだろうって思うけどね。なんか理由があんのかな。さすがにこれで8000は高いな。さっきから値段のことばっか言ってますけどね。はい。はい、では最後にね、まあ、回転台座乗せてお別れしたいと思います。今日はこの辺でね、終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録またはいいね、グッドボタン、あとねコメントも受け付けてますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。